こんにちは、札幌占い美容師、早山かしのことです。今回は、カラーをちょっと暗くしたいんですよね。はい今はなんだっけ、リレキアブリーチ1回だ。1回だけします。1回だけして、青を決めたんだ。青じゃなくて、ブルーアッシュレイなんだね。はい、それが分かんないかな。で、この色に今なってて、はい、やる色はなんかこれままだとちょっとあれが顔前にちょっとコントラストがスローライト入れたりとかちょっとまあしていきたいなと思うんで、カラーはそんな感じで上から乗っけます。でハットのスタイルは、ボブにしたいということなんで、もう少し短く、もうちょっと短く。これはね、跳ねるな。ここはなんかくせ毛があるんですか。多分跳ねるでしょ。全体的に癖があるはい、多分あります。ちょっとね、その癖毛もちょっと見ながら内巻きに、まあ、この長さぐらいでボブにしていけたらいいかなと思います。前髪はあんまり組んないかな。で、最後にちょっと軽くパーマかけさせていただくような感じで、プレミアムロットでちょっとパーマかけたいと思うんで、です。え今ので大丈夫ですよ。切りっぱなしがいいんですよね。切りっぱなしが、はい、はい、今さ、これは前下がりっぽいんですよね。あ、そうなんです。そうそうそう、前下がりっぽいのから伸ばしてるから、うん、本当はね、そのスタイルするとこっち側が短くなるんですけど、うん、ただすごい短くなっちゃうんで、後ろがあんまり切らないでこっち短くするんですね、うん、ここがメインの長さになってくるんですよね。ここじゃなくて見えないよね何言ってるか分かんない。後ろもちょっと切ってほしい。後ろ切ってほしい、うん、そら、じゃあこれ前下がりのラインになっちゃうけど、まあいいか。まあ、どうでも切れるんで、これは前さばりで、ここはこういう前さばりになってるんですよね、うん、こういうふうになってるんだけど、まあその目標としてるスタイル自体はこういう感じなんですよ。だここが足りてない、うん、全部同じ長さってどうなんですか。全部同じ長さは、これここない感じ。ただここが、でここ長くしてると前にこう跳ねやすい。あ、そうです。こう跳ねないですか。ここがやっぱり切ると収まるんですけど、前長いとこう前下がりから伸ばすとここが跳ねちゃいますね。この行き場がなくなってこっちになっちゃうんですよ。逆にそれがいいっていう人もいるんですけど、切っちゃってくださいこれはこっち切れる感じ で後ろもちょっと切りたいってことですね。はい、ではそうだな、ショーバルです。ショーバルでちょちょっと切ります。でまずバックちょっと切っていくんですけど、なるべくあんまりコーミングしないでカットしていきますね。はい、使うのはショーバルタン6インチ使います。基本的にもうこの場合だったら1回コーミング入れたらもうなしで切っちゃいますね。で、上からこっち持ちだとコンケープになるんですね。コンケープになっちゃうからコンベックスで切りたいので上から持ってきます。まあ僕の切り方なんですけど、このテンションで上からで、リフトしたら裏入っちゃうんでリフトしないで切ります。はい、こんな感じで内巻きにこれ入ってるの分かりますでしょうかね。こんな感じ。僕結構してるでしょ、何回も結構僕ばっかり。僕似合うもんね。うん、似合うと思います。なんか伸ばすの、一回伸ばしてみたいんですけど、はい、切りたくなっちゃうんですよ。エクステで伸ばせばいいじゃん。あー、一回やったんですけど。エクステで、うん、どうだった。なんか、頭なんかでっかくない。でっかくない。なんか、ここにつけるから。あ、そうです。なんか頭ピコッと。あー、変って言われてやめました。まあ、上とのつながりが悪かったんですかね、うん、カットラインと、うん、結構つけたの。その40本ぐらいつけたのかな。いや、もっとつけました。もっとつけた、うん、結構長くなったでしょ。長くどのぐらい取ったの。どのぐらい。1ヶ月ぐらいで取った。1ヶ月は経ってないです。あ、そうなんだ。そうなんだ。めっちゃ高かった。まあそうだね、結構髪の毛今高いですからね、うん。はい、で今、ちゃっとこう切ったんですけども、上から持ってきてリングランを作りながら切ってます。
はい、こんな感じで切ってるんですけど、まあ、かなり簡略化した切り方なんですけど、奥がちょっと深いので、まあ、実際にちょっとね、見せれたらいいんですけど、でね、顔周りのところをここを切ると切るんですけども、はい、つむじからまっすぐの位置で、彼女まっすぐに切りたいということなので、イングラに入れながらここを切っちゃいます。で、ここを切ります。この時に少しこっちにねじってるの分かります？これはこうだと手が指がこうなってるんで、やっぱりこう丸く切りづらいから、逆でここからまっすぐなる感じでこうですね。ノーコーンでローテンションで切っていきます。ちょっとカメラが目の前にあるんで、今長さ合ってんだかわかんないんですけど、ね、いや、大丈夫、あるじゃん。で、これ今まっすぐにとりあえず切ってる。ただ、パッツン の感じでいいの？入っちゃっていいってこと？うん、パッツンっぽくていいってこと？パッツンにしたい場合は、これは今通常通り切ったんで、中をちょっとえぐっていくんですけど、はい、はい、このまま親指と人差し指で一番下のところをキューッて引っ張ってもらって、上のこれ動いてるの分かりますか？分かりますね。下のをキューッて引っ張っていくと、上の動いてますよね。この下だけをちょっと切るんですけど、コンベックスで切ったり、コンケーブルで取ったりします。今日はコンベックスでいきます。すごい攻めるときはコンケーブのラインで結構バスッとやっちゃいます。はい、ここをこのえぐるか丸めるかなんですけど、今日はちょっと丸めるラインに切ってますね。はい、なんでかっていうと、なんとなくです。今日振りかけされたい。振りかけ好きですか？紫のさ、アジドーラクとさ、アジドーラクだっけ、あれとさ、紫色のやつ知らないの？よく一般的なやつ、あれと森玉どっちが好き？森玉が一番好きです。うまいよね、普通にね。でもめっちゃカットしたら食いたくなってきた。今日買って帰ろう。なんかこの髪見てたら髪の毛関係ないけど、はい、ここでこのままの感じで、はい、ちょっと、まあ、この辺はね、サイドはちょっとほんの少し取るぐらいですね。なぜかっていうと、ここまでしか入ってませんから、うん、ほとんどもう顔まで切るところがないです。で、もともと彼女はちょっと表面そぎなのかな、なんかかなりこう入ってるんで、ちょっと重さが足りないんですよね、本当は。もちろん重さが欲しいんですけど、ちょっとそぎが入ってるっぽくて、ないので、ないです。伸びるのを待とうかと思います。で、こんな感じで角を取っていってます。で、前髪は、この R2 セニングでカットします。カットするって言ってもほとんど気にないんですけど、ちょっと出てる毛があるので、そこを彼女がもうすでに、もうこういう場合は僕特に自分でライン作ったりしないで、お客さんの方が結構自分の顔をしててうまかったりとかするので、あえてここは自然に切りたいので、コーミングなしでテールでこのまま持っていって、自然なところで R2 の脚まで切っちゃいます。それが一番自然でいいかな、失敗しないかな。とりあえず一回これでやっちゃう。で、それから相談してまた切るとか、なんかがいいか。で、R2 の場合は結構自然なラインが出せるんで、こうやって切っても
あんまりラインがバツってならないから見えないっすか、見えてこんな感じで、このような感じでだいぶかなり このこっち側の長さを結構残してるっぽいんで、まあ、これはもうこのままの方がいいかなと思うんで、あえて心を広くしないで守りしていきます。こんな感じかな。で、今これ跳ねてるじゃないですか。多分多少跳ねるんですよね。もうちょっと切った方がいいかもしれない。どう切っていいです。これ今跳ねてるのが気になってるってことなんで、もうちょっとここからは跳ね取る防具のカットラインをちょっとパッツンで切ったんですけど、ちょっと跳ねそうなんで、顔で取ってもちょっと跳ねるかな。なんで、今跳ねるのが前に向かって生えてるんですね。前下がりだからこう生えてますね。これを僕の場合は跳ねる場合はもう逆にねじります。羽をちょっと押さえながらカットしてみますね。それは R2 で今切ってるんですけど、ちょっとショーバルだとライン出すぎちゃうので R2 でちょっと動かしながら切ります。はい、これでちょっとタオル取ったらもうちょっとこれ内巻きに入ると思うんで、あとこの表面のところを今切ってもここが跳ねるから、ちょっとこっちまでやってないですけど反対からやります。こういうバイブだと今度ここがまだ跳ねてるんで、表面の毛を、ちょっとテープラッピングでちょっと、無理やり内巻きにしていきます。で、この場合ちょっとバックにやる感じの方が、この彼女の癖が収まるから、少し後ろ側に体を前に移行させながらバックに流れる感じにやってた方がいいはず。これでも跳ねる場合はじゃあどうするのかって言ったら、今度はライバルを、裏面に入れてきます。もうこれでもかっていうぐらい内巻きを記憶させていくんですけど、髪の毛の真ん中から内巻きにしたいんで、まあ届く毛しか切れないんですけど、ちょっと姿勢を低めにして、この中にイングラで丸さを作っていきます。で、無理やり内巻きを記憶させて、このようにブラッティングを裏側に入れて、これ少し逆毛立てる感じで切らないと毛が入ってこないので、ちょっと一回奥に押す感じですね。押して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 って感じに切っていくことによって、内巻きが記憶されます。こういう感じ。あとこっち側もやりながら、もう本当にちょっとずつ、彫刻を削るみたいな感じにやっていかないと、カットだけでもやりたいっていう場合はもう無理ですね。これはこのぐらいやらないと。で、通常通りカットしてもこの内巻き入らないですよ、肩に当たっちゃうと。なんでこういう裏技使っていかないとちょっとできないかなって思います。ほんとミリ単位でこう内巻きに入れてってるので、通常に切るのではちょっとできないと思います。で、毛束ごとにこっちにねじったりこっちにねじったり、結構細かい、結構時間はねかかっちゃうんですけどね。はい、あとツヤ感がちょっと出たりとかするんで、これで跳ねるようだったらもうしょうがないです。ちょっとこれ肩のところを一回見せますけども、右はやってなくて左はやった方なんで結構違うと思うんですけど、こっち側は結構収まってると思うんですよね。まだちょっとこの辺はまあこれしょうがないんで、結構収まってますね、こっちはね。ちょっとやればこう内巻きに入りそうな感じで、こっち側ただパッツンだけでやってるんで、
こう馴染んでないんですけど、まあ、パッツンのラインにはなってます。でやっぱりちょっと羽が気になるっていう場合はちょっと表面の方だけ中をちょっと削ってこっち側に移行させます。ただこういう荒れてる方がいいっていう人もいるんで、なんかこうちょっとグランジテイストの場合はこっち側の感じでやっていきます。今日はちょっとこっち側の収まる方でちょっとやりながら、でもいいですか、はい、っていう感じでやります。表面ちょっと、なんだろう、切れ毛というか、生え変わりの毛がすごい多い。どうしたんだろう、これ生え変わった。なんだろう、なんだろう、ね、この辺とかちょっと新しく生まれ変わった。韓国系、韓国、高校よく行くんですか。いや、あんまり行かない。韓国系好きなの。韓国好きです。行きたい近いからね、すぐ行けそうだね。いや、全部韓国語だから、まあ、全然迷い。いや、全然大丈夫だと思う。そうなんです。うん、優しいし、ちゃんと教えてくれます。行ったことあるの。2回ぐらい、なんか原宿みたい、ミョンドンとか。あ、ミョンドン行ってみた。そう、原宿って感じ。屋台多いですよ、ミョンドン。屋台めっちゃ多いけどさ、ハラル認証っていうのがあるんですけど、うん、アラブの人が食べていいよっていうマーク、あれがダメな、無理やりなんかダウンロードして、うん、全然ハラル認証降りてないのに屋台にくっつけたりとかするから、あれ、食べたアラブの人怒っちゃうよね、もし分かったとしても。体に悪いとかですか。あ、いや、そういうことなんかね、油とか動物性の宗教上の問題でなんか使えない油とかも、感じになりますんで、はい、で、この状態に、今ネープ巻いたんですけど、プレミアムロットを巻いていくんです。ペーパーがいらないんですよね。で、すげえ簡単なんで、ちょっと皆さんぜひ見ててください。で、挟んで、これでロックで挟むんですよ。で、くるくるって滑るんで、そのまま